手に滑ることになりました。ポーランドのドロタザ・ゴルスカ・マリアス・チューレック組です。ドロタ・ザゴルスカ、マリウス・シュデク。ショートプログラムは5位でしたが、ラウンド1でのフリーは4位。現在総合4位です。ドボルザークの新世界から練習では男性シュデクが女性ザゴルスカを投げるスロージャンプが見事に決まっていました。まずその最初のスロージャンプ高いスローイングダブルアクセル。ソロジャンプ、女性がシングルですね。これも回転が足りません。昨日のラウンド1のファイナルではフリーではシュデクのトリプルトーループがダブルトーループになってしまいました。トリプルツイストリフト。審判の前です。綺麗なリフトはこのペアの持ち味です。スローイングトリプルサルコー。これも上げ方に工夫。ポジションを変えます。ファイナルは一騎打ちです。親切超紅白、中国のペアとの一騎打ち。6得の高いリフトを披露しましたポーランド、ドロタ・ザゴルスカ、マリウス・シュレク。リフトはやはり非常に良かったんですけれども、ジャンプがね、でミスが特に前半立て続けにやってしまったのがちょっと響くと思いますね。この女性のザゴルスカがジャンプ、ソロジャンプを失敗して、そして回転が足りないというシーンもありましたね。そうですね、これは昨日のフリープログラムの時も同じようなことが起きておりましたので、そうでした。それがちょっと気になってたんだと思います。これがダブルアクセルが女性がシングルですね、でこの後のトーループは2人ともちゃんとダブルを飛んでます、このリフトは高さがありました、やはりリフトはね非常にいろんなポジションを変えたりスピードがあったりしてよかったですね。そうでしたね、彼女たちの特徴です。これも工夫のあるリフト、上げて下ろす、そのやり方に工夫がありました。この後、新節張紅白のペアを待つことになります、ポーランドのペア。やはりこの3位、4位のね、3位を狙える位置にいましたので、やはりどうしてもね、その3位というのは狙いたかったと思うんですけれども、朝のね練習もジャンプはね一生懸命練習しておりましたので、ここさえ決まればというようなねところがあったと思うんですが、ちょっとね残念でしたね。得点です。まずテクニカルメリット、この技術点がどれぐらい減点されるかというそのジャンプの失敗、 5.6 最高、 5.4 から 5.6 です。表現力の伸びはどうでしょう。第2採点のプレゼンテーション、こちらは 5.6 が並びました。新節張紅白のペアを待ちます。3位争いです。Five, six. Five, four. Thank you.